一番くじ、ドラゴンボール、ファンタスティックアドベンチャー。A 賞が欲しい。できればラストワンも欲しい。お姉ちゃんでーす。妹でーす。天の声でーす。今日はドラゴンボールでございます。うん、そうだね。あんまり力入ってないね。いや、力入れたいのがラストワンだからさもうな、私ラストワン追うほどの元気はないさ。ああそうね、うん、運で頑張ってきた人間やからでラストワンはお金に物言わさなあかんやつやから。そうやろ。お金が欠如してる場合はどうしたらいい。もう無理です。そうやろ、はい。だからね、まあ、はい、行くには行くけど、はい、行くには行きたいと思います。はい、では、ラインナップ、お願いします。A 賞、孫悟空&ブルマ、バイクフィギュア。これいいね。これ欲しいな。わかる。このバイク系。うん。前はチャリンコやったから、うん、こ下の道路みたいなまでついてんねんね。うんうんうん。うん、これええわ、ほんまに。いいよね。うん、ブルマは何も持ってへんし。うん。かわいい。ロットに2個かな。もうこれもう、フィギュアこれだけやもんね。うん、言ったら。それが辛いね。辛いね。そう思ったら前回は楽しかったね。うん。面白かった。うん。はい。はい。B 賞、ブルマ、ミラー付きフィギュア。ミラー掴んでいるんだ。そう。な。フィギュアでよかった。な。そうやな、確かに。これエンディングの曲の最初に出てくる窓辺にブルマがおるっていう設定のやつみたいね。19センチ、はい、?19 センチか。はい。はい。C 賞、カプセルハウスクッション。それやったらカプセルが欲しいよ、私。ボーン投げたら家がドーン出てくるやつ。むっちゃいいよな。それ欲しいってめっちゃ思ってた。はい、私もフィギュアがいい。フィギュアがいいよね。もうな、このお家でいいからフィギュアがいい。ああ、なるほどね。クッションはもう大丈夫ですかね。うわ、結構大きいよ。43センチ。D 賞、アクリルマルチスタンド。これ全員一種。これだけなんや。多分一本かなかな、大体こういうのは、はい。携帯が置けたり、スマホを置けたり、メモ帳を置いたりっていう感じやね。あ、そうなんや。うん、へぇ、はい。いいしょ、牛乳瓶グラス。これね、私何かの時に撮ったのよ。うん。何やったっけな、あれ。うん。忘れたけど。うん、でもね、使い道が。使い道がっていうかさ、うん、これさ、うん、使ってしまったら、うん、洗いにくいっていうやつじゃない。そう。入り口が狭いから手が入らないんで、うんうん、そこまで洗えない。そう。っていう悲しさもあるよね。うん、でわざわざここに牛乳移し替えて冷やすかって言ったら絶対そんなんせえへんし、花瓶みたいな感じ、うん。今そんな感じで使ってる。うん、そうやね、うん。でも花瓶として使うてんねんけど、うん、花瓶としたら、邪魔やね。そうやな。これはもう普通のグラスでよかったよね。そうやね。確かに。牛乳瓶じゃなくてね。いいね、うん、なるほどね。そうです。はい。F 賞、巾着ポーチ。うん。私さ、巾着ポーチってあんまり持てへんタイプの人で、うん、まあ、亀仙人もいいなと思うし、うん、フーアルと、うん、ウーロン、うん、も可愛いなって思うから、うん、この巾着袋解消はここまで。はい。ここまでね。うん、さあ、問題はこっからですよ。G 賞、ステーショナリーアソート。選べる。いや、まあ、まあ、8種類もあるよ。H 賞、ラバー雑貨コレクション。G の後ろがまだあったかってびっくりした。ほんまに。ドラゴンボールなんでも、ウィルカムやったけど、うんうんうん、そろそろこのラバーと早いな、早いな、やっぱりいらんかな。ずっと弾いておられる方は大変でしょうね。大変やと思う。ラストワン賞、孫悟空フィギュア。
これが欲しい。うん、本当はね。本当はね。もうこの尻尾に鳥乗ってんねんで、うん、この間はお猿ちゃんやったけど、うん、この尻尾に鳥乗る？いや知りませんやん、私。尻尾ないしな。旅に出るかどうするかちょっと悩むとこやね。まあ、でも、もうその、金で物を言わせることもできません。できませんよ、はい。だって金ないですから。そう。だから2回残りとかってないでしょ？それはない。無理無理無理。でしょ、うん、だからもうこの鳥乗ったやつは諦めます。なるほどね。と思います。いや、わかりません。オンライン販売準備中って書いてるわ。皆さん、オンラインリニューアルされて入られました？もう、私はびっくりしたよね。びっくりした。もうさ、うん、何回箱から強制的に出されたか分からへん。だって3人です、3人前ですって LINE 連携するとね、来、はいはい、るじゃない、はいはい、ちゃんと戻るよね。はいはい、まあ、暮らせるの減れへんし、そう、何の動きもないのよ。そう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 。で、もう1時間ぐらい待ってるから、どういうことと思って、その更新ボタンね。そうそうそう、あの在庫の、在庫管理の更新ボタン。勇気を持って押したよね。押しました。この外に出たよね。ほんで、一旦まで消したら元に戻れんのよ。前の前みたいに。だから、あ、切っちゃったはもう通用せえへんから。もうあれさ、うん、厚木やっていう時にエラー、うん、あんなエラーばっかり起こされると、うん、引けないよね。きついよね。私なんか、くじを引くってボタン押してないのに、うん、購入前の画面まで勝手に行ってたからね。それ怖いよね。そう、決済前の。えと思って。え、押してないでみたいな。うん、押してないけど、なんか、はい、もう9時何回みたいなの来てたから、いやいや、もう引かへんし、と思って。あれ怖いよな、うん、ちょっと実験ちゃんとしてもらって、メンテナンスにやってもらわないと、あれはちょっと怖くて。本当に怖い。なんか、ただの時間の無駄で終わって、変えずしてっていう可能性も出てくるんで、まあ今後を期待して、よろしくお願いします。思います。だからラストは、私のラストは。ラストはね、だからね、オンラインが、もうちょっと正常な動きをしてくれたら、まあ、いけるかわからないけど、ね、とりあえずは、土曜日の時点ではもう、追わないと。はい。わかりました。追いません。はい。はい。では、行ってきまーす。姉ちゃんさんと。今18枚引かれて A と B 1対1としか残っていない。はい。じゃあ36枚で行きます。やってみます。あ、緊張こっち来た。姉ちゃん、はい、頼む。あ、牛乳瓶ええやんね。巾着ポーチ、そんなんね、聖書なりやそうとね。はい、ここですからね。じゃあ妹、はい、5回、うん、頑張れ、頑張れ。はい、5回、はい、はい、行きます。ステーション。うん。牛乳瓶。切っちゃった。頑張れ。最後。ああ、牛乳瓶。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、リモート追加の5回。ゆずつないで。パワーの送り合い。はい、これできたか。はい。あ、来た。ええや。近づいてきたで。近づいてきた。行けるな。ちょっと足らなかったかな。行ける。もう最後の1枚で行こう。持っていこう。ああ、はい。はい、これで。はい。はい。じゃあ行きます。追加の5回。頼む。
はい、はい、行きます、行きましょう、お願いします。なんか、うん、最後に行ってるか、もう切りちゃう、はい、ラストです、見せて、あ、はいはいはい、さらに5回最後にしよう、もう最後にする、うん、多分はいはい、お願い、褒め終わらせて、せーの、ステーショナリー、いけるよ、きたー、きたきたきた、よかったー、もうね、本当にね、もうよかったよ、泣きそう、嬉しいね、あ、嬉しい、よかった、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、出してきてくれたお姉さんのご好意で、今ちょっと鉢から見せんねんけど、よかったねよかった、こちら巾着を2つですね、帰ってきました、帰ってきました、ただいま、よかったね、引けたことにまずそうほっとした、はい、ドキドキした、もうね、今回はあのラストワンも欲しかったたので、うん、ちょっと髪残り店を探そうということでね、出足遅かったんです私たち。そういつも早く行ったら降るからなんで、うん、そうそう、今回はね、そうゆっくりめに集合したんですよ、うん。大失敗やったね。まさかの一番人気が A とは。だからもう A 賞残ってる店舗どころかまず9時、ね、そう完売してたね、うん、結構。うん、行ける店がなかったね。うん、もう、またさまよったよね。さまよった。疲れた。そう。だからこの店舗が12店舗目。12店舗にしてやっと見つけたんだけど、うん、12枚で A と B 抜かれてたから、はい、紙引きされてたね、うん。そう。でももうここ以外 A が残ってるところがなかったのね。うん、そう。もうどんな確率であれ、そう、もう引くしかないってなったよね。うん、そう。で、私たちはいつも確率じゃないからね。そう。基本。うん。弾けないときは弾けない。弾けるときは弾ける。そう。なので、ここで勝負しました。はい。はい。疲れてる。こんだけわちゃわちゃの人たちが。そう。声も出ない、言葉も出ない。はい。見つけてよかったっていう、もう安堵感っていうのがすごい強い。うん。うん、で、まあ、張り切って、天の声と姉で、うん、行きましたね。うん、3回ずつの6回。うんうんうん、もうこれはね、妹に、ちょっとでも確率を上げて、バトンタッチするための私たちの前座でした。はい、もうそれだけやったね。うん。その役目は果たしたよね。果たした、果たした。はい、でも、バトンを受け取った妹が頑張ってくれました。そう。はい。結局トータルで私は20回。20回。だから最初の、はい、5回、次の5回で B、うん、入ってたのね、うんうん。で、そこでどうするって、まあ、一旦相談したね、休憩して。そう、これがね、最初がもう A やったらすぐやめててんけどね。もちろんもちろんね。うん、でもやっぱり、髪残りじゃないねんけど、A がもう目の前にあったから、やっぱり、うん、まあ、あと何回するって相談しながらね。うん、そう。だってもう他にないねんもん、店舗。そう、うん。それが大きかった。で、X 見ても結構紙引きされてるってみんなすごいつぶやいてはって。そうそう、うん、だから私それ見ながら、うん、やばいと思って X したもん。そうそうそう。で、オンライン販売もあってんけど、うん、もうね、今いろいろ問題あるやんか。オンラインはちょっとね、しばらく怖すぎる。そう。私本当は、うん、昨日の夕方から発売のヒロアカ、引きたかったんですよ、オンラインで。そう。入れなかった。そう。もう、入るまでにシャットダウンやったね、あれ。だから夜中メンテナンスしてたから、あ、そうだそうやわなぁと思った。なのでね、ちょっとオンラインっていうのはもうちょっと計算に入れられなかったね、うん、今回ね、うん。もう目の前にあるなら引くしかないって感じだったもんね。うん。うん、よかった、はい、でも。まあ、でも、取れてよかったです。はい。はい。はい、では一つずつ見ていきまーす。はい。G 賞のステーショナリーアソートでーす。はい。6個分、うん、そう。やね。全8種類で、
クリアファイルも4種類あってんけど、うん、もうこれしか残ってなかった。そう、びっくりしたよね。うん、私と天の声が弾いた時ね、1個だけ G 賞当たったんだけど、うん、店員さんがね、持ってきたのがシールだけやったね。うん、クリアファイルのことすっかり忘れてたね。そう。だから、死ぬ紙のシールを選びました。はい、っていうか、それしか選べなかった。そう。まあでも1個でよかったよ、私たちは。奇跡やね。奇跡。しかもこれ、可愛らしい、ね。そう、めっちゃ可愛い。ランチね。うん、あの、前回のね。そうそうそう。いいね、これ。可愛い、可愛い。それはよかった。で、このウーロンとプーアルのやつと、はい、家のやつ。はい。カプセルハウス。はい。で、これしかなかった、ステーショナリーじゃなくて、クリアファイルとチケットホルダー。これめっちゃ可愛くない？このさ、ブルマのこの、うん、これ可愛いよね。これよく見る。うん、よくあの、これ前クリアポスターであったよね。この、そう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 。映像は。これが可愛いよね。私もこれ可愛いなぁと思う。これも選べたんだって、ちょっと後でショックやったね。そう、ショックやったー。なんでブルマだけが残ってたんか分からへんねんけど、これかわいい。私反対にこれ欲しいと思ってたから、よかった。かわいいよね。うん。はい。こんな感じでーす。はい。はい。H 賞のラバー雑貨コレクション。はい。はい。どっか。これ妹ばっかりね。うん、そう。この、紙ハウス。うん。カメハウス、いいとこ住んでるよね、あれ。の小島よ。いいじゃない。ね。で、これ、悟空は私、これが可愛いなと思って。尻尾？そう。そう、横からずっと、声取って、声取って、って言うから、じゃあ、って言って、これ選びました。ありがとうございます。私はもう、使いやすいものそう。もう、どうせやったらと思って、コースター、うん、と、この、ラバー、ね、なんていうの？コードを巻くやつ。そうそうそう。これ、なんか、エッコみたいな。うん、うん。可愛いよね。うん、かわいい。で、これがドラゴンボールのロゴが入った。うんうん、ジントーンに乗った。開けてみる。うん。うん、開けてみる。もうやっぱり、ね、回想を言うても、もう使えるものをいただきたかったので。そうだね。はい。もうどんどん使っていかないと。そうそう。ね。ほんまに。もういっぱいあるのでね。どんどん使っていこう。わりかしね、あの、早めに切れるよ。そうそう、この前のやつ、あの、そう、私の声もう切れてるね。そう、プリリンの、あの、なんていうの？携帯ストラップ、うん、あれ、切れたもん、もう。泣くわ、もう。あんな欲しかった。これでもいいよ。うん。プッチンのやつね。うん。うん、かわいい、うん。そう、コードはいっぱい持ってるから、はい、うん、かっこいいね。早速使いたいと思います。はーい、こんな感じでーす。はい、F 賞の巾着ポーチ。はい。全4種。うん。4種類ともありますね。はい。7つありまして。はい。はい。この、あ、そっか。この4種類やね。そうやね。そうやね。え？うん。そうやね。この4種類か。はい。ウルマと僕。かわいらしい。ウーロンとプーアル。はい。カメ仙人。はい。で、天の声、これ欲しかったよね。そう。それでーす。で、ウーロン。かわいい。あ、生地が、ちょっといつもと違う。生地？あ、おーおー、ちょっといい生地になってる。おー、なんかちょっと肝っていうか、うん。うん。ちょっとこれからの季節用。何してる？何を温めんねんって話だけど。うん、あ、でもしっかりしてる、これ、生地。あ、いいやん。何入れる？はい、これも。これも、まあ、小物。まあ、アメちゃん。薬。もう薬でいっぱいあるから。模様機ありすぎるわ。これ裏は何もない、ね。何もないです。あ、でも携帯の充電とかでも何でもいいし、うんうん、結構いっぱい持ってるんで。そう、なんか、うん、あんまり気に入っちゃって。このサイズ全然いい。私これ使いたいから。これ使おう。うん、キュッてしてみて、キュッて。はい、かわいい。あ、かわいい。あ、なんか、ほら、幼稚園の子がさ、コップ入れるのにちょうどいいよね。うん、保育所とか。ああ。うまいね。まあそんなんないんかな。あるよね。まあもう、うん、私らぐらいの年代になったら、うん、ここにあの入院するからコップ入れようかな。やめてよ、もう。
それにしては小さいけどね。なんかそれ聞いてさ、でもジップロックで入れたらいいやんって私言うたことあったね。ああ、なるほどね。そう。はい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 。入院の時のコップな、割れないコップで、プラスチックのコップなんてないよなっていう、うん。それよく聞くわ、最近。メラミンは避けてきてるからなと思いながら。はい。なるほど。そういうのをよく聞いて、はい、今思い出しました。はい。はい。終わり。はい。いい賞の牛乳瓶グラス。グラスなんだ、これ。グラス、じゃあ、3人で乾杯できるやん。牛乳入れて。いや、私牛乳飲めないんですよ。お腹が痛くなるんでね。ゆるいんですよ。言わない、言わない。が、全3種類で4つありますんで、はい、コンプ。はい、されますよね。いや、わからないですよ。向こうが渡されて、うん、そうやね。ね、もう何も言わさず、ほいって渡されたね。そう。はい。なので行きましょう。では三種類。はい。開けていきましょうか。まあ開けてから使い方は考えようか。うん。グラスとしては使えないな。いきます。せーの。はい。はい、あ、かわいい。クリリンと亀牛乳。うん。これバイトしてる時の。あのバイトっていうか、うんうん、修行のためのバイト、うん、あの亀仙人の、はい、じゃあ次2個目いきますね、はい、せーの、はい、あ、はい、かぶりました、かぶりましたよ、もでもなんかこれはいいやん、うん、これ一番可愛いよね、牛乳屋さんみたいで、うん、はい、ね、うん、これ言っても面白いと思うけど、面白いな、はい、せーの、はい、こっちが来た、違う、何これ、あ、あの牛乳配達のところの営業所のおっちゃんみたいな。営業所のおっちゃん、そう、牛やねん、ちゃんと。へぇー。かわいいやん。ほら。牛、ヤギじゃないの？牛？え、牛乳って。うん。牛？これ、牛？牛。牛なんや。うん。でさ、私、カメラに見えやすいように、こうしてて。あ、ごめんごめん。ごめんごめん。すいませんね。あ、ぶるってる、ぶるってる。はい。最後。はい。せーの。はい。あー、かぶったー。あららら。じゃあ、ブルマが出てないってこと？そうやわ。じゃあ、ランチ。ブルマじゃない。あ、ランチ、ランチ。うん、これが可愛かったのに。なー。この2種類に。なりました。亀牛乳になってるやん。え、じゃあ亀の乳？あ、ちゃうか。亀に乳なんか出へんやん。ええー。え、でもめっちゃ可愛い。可愛い。えっほ。そうそうそう。出なかったのが、出たのよ。ランチですね。はい。これが出なかった。うん。まあ、コンプ目指してなかったしね。うん、確かに。はい。まあいいよね。おまけに来てくれたみたいな感じやから。可愛いのが取れた。うん。よかった。うん。はい、こんな感じになりまーす。はい。スーって使い方なんか言ってなかった？うん、今浮かべへんねん。だからスルーしようとしたんや。うん。見逃してくれなかったわね。あれと。でも私思った、寝る前のお水とかなんか水分とか、うん、いや、私寝る前の薬っていう。なんか喉乾いた時とかもあるやん。でも、ほこりかぶったら嫌やから、この中に、なんか、そう、お水だけ入れといて、部屋で置いとく。確かに確かに。まあ、でも、まあ、いいか。まあ、そういうことにしとくか。まあ、かわいいから飾っとこう。はい。もう持っていかれてしまいました。はい。はい。こっから上位賞ですね。ね。A、B、D。D ね、うん、こんな大きいと思ってなかったからびっくりした。そう、大きいと思ってなかったし、うん、そもそも引いた時に、うん、私、うん、引いたのよ。そう、そう、そう。本当に、あ、アクリルスタンドかって終わったもんな、その時。B やったから、そう。解消って思った。思ってた。全然あの、ちっちゃいアクリルスタンドかなと思ってて、うんうん、これの存在のことすっかり忘れてた。そうそう。はい。よかったね。よかった。とりあえずはよかった。うん。はい。で、B 賞。はい。まさかの。大きかったね、これ、思ってたより。そうよ。A より大きいのよ。うん、まあ、高さ的に。うんうん。鏡があるから。うん。鏡としては、まあ、使わないやろね。うん。置いとくだけかな。ね、かわいいけど。はい。はい。そして、そして。そうね。もう、一番やっぱ欲しかったのは A 賞。妹が欲しい言うてたもんね。その A 賞がもう絶対欲しかったんで。よかったよね。楽しみ。
じゃあこちらの欲しかった A 賞を開封していきたいと思います。はい。はい、はい、開封しました。めっちゃ楽。このまま出てきたね。うん。うん、もう組み立てなし。うん。取り付けパーツなし。しかもさ、すごいやんこれ。うん。めっちゃかっこいい。なんていうの、細かいしさ、作りが、うんうん、奥の見てこの顔、めっちゃかわいい、かわいい、はぁーってすごい、一個一個乗ってて、このバイクのね、中も結構細かいんですよ、うん、見えますか、メカの部分、うん、腕時計もしてるでしょ、腕時計針はないけど腕時計もしてるでしょ。ああ、腕時計の針がないってこと。うん、ああ、そこは細かくなかったけど。いや、うん、いやいや、もう十分細かいよ。十分やわ。ここ久しぶりに悟空に会って、うん、で悟空が、うん、ドラゴンボール探す探知機が壊れたから、うん、ブルマのところに訪れて。うんうんうん、でブルマとこのバイクに乗ってるっていうシーンがありましたね、確か。見てこの僕の足。短いの？上がってんの可愛いよな。可愛い。僕可愛いわ。この顔最高。最高。あ。何気にさ、この下の道路、うん、がこうなんか。遠近法をちゃんと用いてるね。そうそう、だからこのスピード感が出てるよね。出てる。かっこいいわ、こんなん乗りたいわ。あ、そっち？バイク。雨の日も大丈夫やもんな。うん、だって。横から入ってる。大丈夫じゃないけど。かっこいいわ。かっこいいや。これものすごい細かくてさ。私こんなん初めてかもしれん。ここまでなんか、ね、うん、そりゃこれだけになるよね、フィギュア。そうよね。いやでももっと出してほしいかな。まあ確かにね、うん、取れたからこそ、まあ、あれやけど。そう、もうだ開催店舗も少なかったんよね。そう、むっちゃ少なかった、うん、いつもな、なんか何十件とかあるところが10件以下とか、うんうん、これもあれかな、カプセルでボン出てくるやつやな、このバイク。カプセル9って書いてあるわ。うん、すごい。おー、かっこいい。こういうのありがたいよね、バラバラになれへんから。そうやね。安心して持ち上げられるよね。いつも組み立てるのがさ、不器用やから大変やから、もうこうなってるからさ、すぐ置いて飾れる。そうやん、これほんまこの絶妙な傾き方やね。うん、かわいい。かっこいい。よかったよね、撮れて。はい、とにかくお店があって、うん。私撮れると思ってなかったからね。で、割とさ、うん、こう、行く店舗行く店舗、うん、みんな紙引きしてんのよ。今回なぜでしょう。ねえ、うん。私も制限はちゃんとは決めてなかったけど、うん、でも、目標は20、行っても30までかなって思ってたけど、うん、まあ20回で取れたから、うん、ほんまに良かった。A、B がないとか、A がないとかね、うん、ほんまに多かったから、結構みんな。うん、ロットに2つやもんね。そう。まあそうやわ。なんか最近こういうちょっと、鬼畜目、うん、なやつ多いね。厳しいね。厳しい。この確率を乗り越えていくしかないのね。うん。まあ私には無理やわ。国立関係ないから私たち、うんうん、大丈夫、プロから引いてもいい時はいいね、うん、あかん時はな、うんうんうん、もうロットがいいやん、うん、そう、すごいいい条件でも引かれへん時は引かれへんしね、うん、そう、だからもう、うん、な、うん、取れただけで、はい、喜びましょう、取れた時には、はい、よかったです、ありがとうございました、うん、よかった、よかったです、はい、はい、来週は、はい、火曜日にワンピース、うん、そうね。が発売なんですけど、はい、セブンイレブンなんで、はい、まあ、多分水曜日ぐらいに見に行こうか、みたいな話になってます。はい、ね、うん。で、来週の土日、うん、あ、金土か、うん、が、ヒロアカが、公式だけのショップ、うん、
であんねんね。そうです。合ってる？大丈夫かな？だからそこは公式に行くのかはちょっと今検討しております。検討しております。はい、撮影ができないところが多いんで、うん、公式はね。だからなーっていう感じで、今どうしようか。はい。これから話し合いたいと思います。はい。はい、それだけやったっけ？呪術。呪術ですよ。呪術回戦ね。はい。10月締めくくるのは呪術でございます。はい。あれどうやったっけ？マコラ。あー。ラストワン。もうラストワンやね。あー。戦いに出ます。出るんや。出るんやったっけ？だって私、スクナも好きやし。ああ、あのスクナ良かったよね。いや、あれはちょっと顔違うかった。うん。なんか逆にかっこいいと思ってんけど、私。いや、でも欲しいよ。ああ、欲しい。うん。はい。じゃあちょっとまた長い旅に出そうなんで。はい。ゆっくり体力補給して、はい、来週を乗り切りたいと思います。はい、はい。では今日はこの辺で。まったねー。バイバーイ。今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。